Make your choice. Hit. Bust. Make your choice. Bust. Make your choice. Hit. Stand. Make your choice.Revealing card 17お客様の勝ちです。 当然です。私ほどの知能があればこのようなカードゲームなど子供の遊びにすぎません。そうですよね、副寮長。次だ次、早くカードを配りな。この作戦を続ければ勝利は確実。それではまた全てのカードを記憶して。おいディーラー、次から俺の手札見えないように伏せて配れ。かしこまりました。なぜ私の邪魔をするのです。寮長、戯れはやめてください。Make your choice. Hit. Bust. もう! Make your choice. Bust. Make your choice. Hit. Bust.Make your choice. Bust. The dealer wins. ちょっとボス、あんたいつまで余裕ぶっこいてんの？それに新庄、さっきまでの調子はどこ行っちゃったわけ？揃いも揃って連敗なんて、このままじゃ全員チップがなくなるだろう。しかし寮長の手札が伏せられていては私の作戦が。アホか。そもそも最初っからこの卓で遊んでる限りこの会員には勝てねえよ。配られるカードなんざ操作されてる。ルルは相変わらず純粋だな。どういうこと？ Place your bets.お前ら、賭け方が耳っちくてつまんねえわ。俺もう飽きた。は？あんた今勝てないって言ったくせに、何全賭けしてんの？まさか、わざと負ける気？ That is below the minimum bet. 他のお客様もベットをお願いします。No more bets. Make your choice. Hit. Bust. イカ様がバレたからもう見境もないってわけ。 Make your choice. Bust. Make your choice.スタンド。無駄な抵抗だよ。6なんて数字で勝てるわけがない。副寮長、そんなことは分かっています。お静かに。な！ Make your choice. Make your choice.
あんた、何やって。寮長、あなたは今、迷っているのですね。あなたがかけた2年前の9月2日は、現3年生の入学式があった日。もしこの勝負に負ければ、星葉見大河のダークウィックアカデミー入学は、なかったことになる、と。すなわち、あなたは今、この悪名高いシノストラのボスであり続けるべきか、それとも全てを忘れ、罪から逃れるか、どちらの人生を歩むべきか、選べずにいる。俺たちの入学式の日をなかったことにするだって？呆れた。そんなのただの現実逃避と同じだよ。あなた方の生き方に私は賛同しません。しかし、弁護することはできます。寮長、2年前の9月2日、あなたが夢に描いた輝かしい栄光を、今度は私の弁で掴み取って差し上げます。だからどうか、勝負をやめないでください。この手札は、もう開ける必要がねえ。は？あんた、本気で降りるつもり？どうせ、俺が勝つからな。ゲームが滞っています。いいのか本当に。うん、貴様、いい子だ。21ブラックジャック。どういうことなの？忘れたのか？俺はこのカジノを作った張本人だぜ。なるほど。この怪異はカジノに蔓延する負の欲望が生んだ存在。寮長の入学がなかったことになれば、カジノが作られることもなくなり、結果自身の存在もなかったことになってしまう。つまりこの怪異は二度とボスに勝っちゃいけない、わざと負けるしかない、雑魚ディーラーになり下がったってことだね。さあディーラは怪異。どうしてこんなところに。怪異を現場から引きずり出した結果、今度は我が寮への甚大な被害が予想されます。ちっ、カジノまで営業停止になったらシャレにならない。あんたたち、大事になる前にさっさと捕まえるよ。この一角に置いて。特待生、今回は妙な容器に入ってる。チリ